今回挑戦するのは19,800 円の専用コントローラーが話題となったテッキ。40個のボタン、2本のコントロールレバー、3つのフットペダルを使用。国家連合組織の精鋭部隊に配属された新米パイロットとして、バーティカルタンクを操るアクション&操縦シミュレーター。他のゲームでは絶対に味わうことのできない男のロマンが詰まっている。それはどっから始まったんですか？ものすごい大きいコントローラーっていうことしか書いてなかった企画なんですけれども、はいはい、だから持った人間はコックピットの感じを得られるぐらい大きいコントローラー、うん、それはすごいな。じゃあその巨大コントローラー作ったわけじゃないですか。その苦労っていうのは何なんですか？はい、当然家庭用なんでコストに限界があるんですよね。はい、はい、最初ね、普通に計算していくとですね、はい、バイカー 69,800 円、ソフトかもう全て込みで、はい、カットされた部分ってあるんですか？あのね、最初僕が作りたかったのって全部鉄製のコントローラー。鉄、はい、すいません稲葉さん、総重量が20キロを超えますって言われて、それは持って帰られへんなと。じゃあその鉄器の魅力は？これはですね、もう男の夢、男の子の夢ですよね、うん、なんかそのゲーム雑誌とか見てたら家作ってますもんね。そうなんですよ、真っ暗にしてモニター付きで。もうすごい人いっぱいいますよ、ほんまに。もう鉄器のためになんか100万ぐらいかけてる人とかいますからね。なんかちっちゃい部屋作って、その中にコックピット作ってるんですよね。とかあのプロジェクターを買いましたとか。でっかい画面でやる方がいいです。絶対にこのゲームでっかい画面でやった方がいいですね。 5.1 ちゃんの方がいい。はい、ちょっと挑戦させてもらっていいですか？あ、もうぜひぜひ。実はあるんですよ。マジですか？はい、これなんですよ。でかいなあ、重いですね。重いでしょ。これこれ結構です ね、ちょっと見ていいですか？あ、どうぞどうぞ。ちょっとぜひぜひ。あ、でかいですね。もうこだわって作ってますんでね。全部生きてるんですよね、このボタンが。そうですよ。ここに緊急脱出スイッチもあります。これ実際押すの遅れたら死にますんで。あ、じゃあこの作業がちょっともったいないところですね。で、死んだらセーブデータなくなっちゃいますので、このゲーム。あ、そう。死んだら終わりなんですよ。本当に死ぬんですよ。はい、すごくそういう意味ではこれ大事なんです。大事ですね、はい、じゃあここ気をつけて頑張ってみます。はい、頑張ってください。はい、いただきます。はい、できるかな。敵これ一番いい状況でやろうじゃないかってことで、フジテレビのマルチシアターに来ました。でかい画面なんですよね、これ。じゃあやってみます。果たして有野は大画面のマルチシアターをコックピットに数々のミッションをクリアすることができるのか。いや、なんかゲームショーみたいな。いよいよ戦闘開始。有野がまず挑むのはミッションゼロ。操作に慣れるための初心者向けステージで、次々と攻撃してくる敵を撃破しなければクリアすることはできない。リアじゃなくてファーストぐらい。あ、敵おるやん。どこや。まずは倉庫を出なければならない。敵に一撃を食らうもすかさず反撃。上々の滑り出し。あ、しかし慣れない操作に転倒してしまう有野。傷だらけやん。どうすんやったっけな。ニュートラルにしてワッシングってない。洗ってくれんねや。うわ、すげえ、画面洗ってくれる。ちゃうわ、起きな。起きるときはアクセルで、ちょっとワッシング。すごいな。しかしウォッシングに気を取られている隙にあえなく撃沈。あ、すかさず緊急脱出ボタンを押す有野。しかしどなた。ああ、遅かった。
参ったな。フジテレビマルチシアターの大画面で鉄器に挑戦中の有野。開始からすでに4時間が経過。操縦にも慣れ、ミッション2まで順調にクリア。続くミッション3は制限時間内に川を渡り、中心部の制圧を行わなければならない難関のステージ。慣れたもんやな。横のやつとぶつかってるやん。有野は正面突破を狙い、鉄橋コースを選択。もう絶対やなんや。ややこしいな。なんや。あ、無線に気を取られている間に撃破されてしまう。かろうじて脱出。無線アーガスどないしたかったんや、あいつ。ついたついた。アリの再び挑戦。よし、作戦変えよう。浅瀬から行こう。すっごい早いな。前回の反省を生かし作戦変更するアリの。しかし、あー、ごめんな。足場の悪い浅瀬で何度も転倒を繰り返す。しかし諦めることなく鉄器挑戦を続ける。あ、無線。幾度と挑戦していくうちに無線連絡も無事にこなすように。どうした、どうした、アガス。すっかり鉄器の世界に入り込んでいく有野。ようやく18回目の挑戦で見事ミッションをクリアした。鉄器、これ非常に面白いですけど、このコントローラーないと全然面白くないと思いますけど、あの人はこれを鉄で作りたかったって言ってるのはね、ぜひとも鉄で作っても俺は買う人おると思いますね。